オリンパソン80はテレビ朝日が1980年5月5日午前8時30分から5月6日午前1時30分にかけて公開生放送したモスクワオリンピックの事前キャンペーン番組である。テレビ朝日は1977年3月国際オリンピック委員会との契約締結によりモスクワオリンピックの独占制中継を行うことを決め、 開催前年の1979年から関連のシリーズ番組を多数企画しており、このオリンパソン80もその一環として行われた。題名はオリンピックとテレビマラソンの合成語である。総合司会に久米博とジュディオングを起用し、西条秀樹による五輪中継のイメージテーマソング、俺たちの時代披露、ドラえもん、ザ・ドリフターズ。 五代後などとのコラボレーション企画などが予定されていた。しかし、1979年のソビエト軍によるアフガニスタン侵攻をきっかけに、西側諸国を中心とした参加ボイコット運動が、盛んに行われた影響もあり、予定していた内容を一部変更して、日本はモスクワ五輪に参加するべきか否かと称した、アンケート調査を実施しながら展開することになった。当初は、 参加すべきとする意見が圧倒的だったが、後にボイコットすべきとする意見が一時的に増えたものの、最終的には参加すべきが9973件、ボイコットすべきが9263件で、わずかながら全社が上回った。その後、5月24日に日本オリンピック委員会は日本の不参加を正式に表明。テレビ朝日も大会のテレビ中継を 日本、アメリカ合衆国、西ドイツ、中国などが参加しない五輪では、放送としても、番組としても、妥当とは言えないとして一旦は、断念を決定するが、業界からの批判もあり、規模を一部縮小して予定通り行われることになった。世界子どもオリンピックの会場となった、豊島園の入り口、アフタヌーンショーの生放送が行われた、銀座ソニービル。ありがとうございます。